熊本市交通局0800系電車。熊本市交通局0800系電車。熊本市交通局0800型電車は、熊本市交通局が、資源、熊本市電用に導入した、路面電車車両である。2車対2台車、方式100、100%低床構造の超低床電車で、2009年、平成21年4月に営業運転を開始した。 三編成在籍しており、そのうち2014年、平成26年10月に運転を開始した第三編成は、熊本市電開業を90周年記念の導入であり、心、心の愛称を持つ。以下、2009年に導入された一時社の二編成について記述する。本形式が導入された熊本市交通局の路面電車線、熊本市電は、 熊本市内を走る2つの路線からなる約1 2トルの路線網を持つ。1970年代末の全廃計画の撤回以後市電へ積極投資を続けていた交通局では1990年、平成2年より当時ヨーロッパで開発されつつあった超低床電車の導入について検討を始め、1997年、 平成9年になってに車体式の調停省電車9700系導入という形でこれを実現させた。同形式は、アドトランツ、ドイツが製造するブレーメン系が元になっており、同社と業務提携した新潟鉄工所、現、新潟トランシスによって、設計、製作された日本仕様の車体と輸入品の台車、電気品と組み合わせることで製造された車両である。 はじめ1編成が導入され、1999年、平成11年に2次車に編成、2001年、平成13年には3次車に編成がそれぞれ増備、それで、計5編成重量が在籍する。2002年、平成14年、メーカーの新潟鉄工車は、熊本市交通局9700系3次車に続き、岡山電気軌道9200型を製造した。 この車両も9700型と同様、ブレーメン系を日本向けに設計変更しものであるが、車体のデザインは、他都市と異なるものをとの移行から、当時フランスの南都に納入されていた、インチェントロと呼ばれる車両のデザインを、アドトランツを買収したボンバルディアの協力を得て利用している。移行日本では、新潟鉄工所の鉄道車両部門を引き継いだ新潟トランシスによって、 ブレーメン系の足回りに、インチェントロの丸みを帯びた車体を組み合わせた、超低小電車の製造が続いている。9700系三次車以後超低小電車の導入が止まっていた熊本市交通局では、2006年、平成18年に施行された、バリアフリー新法において、鉄道車両のバリアフリー化率目標が50%とされた、こう受けて、超低小電車の増備に着手。 九州新幹線全線開通2011年を見据えて JR 熊本駅と都心部の輸送力増強を図る狙いもあり0800系の導入となった新潟トランスすぎて製造が続くインチェントロタイプのデザインの車両を導入するのが有利との判断から9700型では楽心形式となっている本形式は インチェントロタイプの車体を持つ2車体二台車式の超低小電車でパンタグラフのある車両を A 車、反対側を B 車と称する。一時車では連結部を除いた車体の長さは8.74メートルで、編成の全長は18.4メートル。車体幅は2.4メートルで、9700型よりもわずかに拡大した。車両の全高 パンタグラフ折りたたみ高さは3.745メートル。地長は25.0トンである。車体の塗装は白を基調とする。車両先頭部は大型の曲面ガラスと構成の大型バンパーからなり、アクセントとなるようコ色のラインを配する。車体側面は熊本の伝統演芸飛行六花の一つ、飛行椿をイメージした赤紫色の塗装とされている。レール上つから、 車内の床面までの高さは通路部分で 36cm だが、ドア部分ではさらに下げて 30cm とし、電停ホームとの段差を極力小さくしている。客室内の座席配置は車輪を収めるタイヤハウスや種、電動機配置の関係から車体中央部をクロスシート3列、車端部をロングシートとしている。ドア、有効幅 1.25m は片側2箇所ずつ。 計4箇所の設置で、位置は左右対称ではなく反対側にはロングシートが配置される。また、運転席直後のロングシートは折りたたみ式となっており、車椅子スペースも兼ねる。先の9700型では座席数が少ないという乗客からの意見が多数あったことから、本形式ではクロスシートの一部を一人がけから二人がけに、 変更することで座席を全体で6席増やし、座席を24席から30席へ、定員を76人から82人へとそれぞれ増加させた。客室内の配色は、天井、側壁の化粧板が、白、座席モケットと床が、ブラウン系。台車は、各車中央部に1台ずつ、車軸のない左右独立の車輪4輪からなる、ボルスタレス式。 ボギー台車を配する。台車、車体間の枕羽根及び、車輪、台車間の軸羽根は、ゴム羽根を、車輪にはゴムを挟み込んだ、男性車輪をそれぞれ使用することで、振動や騒音の軽減を図っている。従来の新潟トランシス成長低床電車では、台車は、ボンバルディアからの輸入品であったが、新潟トランシスは2007年、平成19年に、ボンバルディアより、 技術供与を受けライセンス生産によって自社生産する体制を整えており、本形式では新潟トランシスが台車を自社製造する。こうして輸入品を主電動機など一部に限定することで製造費の削減を図っている。主電動機は出力 100kW のカゴ形参照誘導電動機、ボンバルディア製、形式名バズ3650。 4.6で、台車1台につき1台ずつ搭載。車体床下に搭化されており、駆動力は、主電動機から、自在継ぎて、ユニバーサルジョイント、推進軸、スプライン軸、傘歯車、二段原則イラ歯車装置を経て、片側の動輪に伝わり、さらに駆動軸、ねじり軸を介して、反対側の動輪に伝達される、車体搭化式直角カルダン軸駆動方式。 ブレーキは、主電動機を用いる電気ブレーキ、発電、回生併用があり、これで低速域まで減速。それ以降は、機械ブレーキであるバネ作用、油圧緩め式のディスクブレーキ、主電動機出力軸に、節を用いる。これらの常用ブレーキの他にも蓄電蓄動の電磁吸着ブレーキ、トラックブレーキを保安ブレーキとして備える。床下機器は、主電動機や、 駆動関連機器のみと最小限に止められており、主要な機器は屋根状に配置されている。終電装置はシングルアーム式パンタグラフ、形式名、イ b 5 0 0 8 0で AA 社先頭部寄りに設置。主電動機への供給電力を制御する主制御装置は、イベットによる VVF インバータ制御方式であり、三菱電製、形式名、 マップ -102 から 60VD140、一群のインバータにつき1台の手電動機を制御する 1C1M 方式。設置場所は A 車屋根上がりの連結部より、その他屋上に配置された機器としては、冷房装置の室外機、各社、冷房装置の形式名は CU206SAA、蓄電池 B 社、補助電源用 SIV 装置 B 社がある。 運転席は中央部にあり、9700型と共通化された、右手扱いのワンハンドル式マスターコントローラーを備える。車体形状の都合で9700型にあったような、広報監視用のバックミラーが設置できくなったため、代用として、車外確認用のカメラを設置しており、運転台左右にモニターがある。2010年度、平成22年度になって、 他社と同じく常時記録型ドライブレコーダーが新設された。車体前面と側面の行き先表示器は LED 式を用いる。0801ABE、0802ABE ともに2009年、平成21年3月19日付で竣工した。導入事業費は合計5億円。同年4月1日のダイヤ改正より営業運転に投入され、 改正当日は 0801AB が運用に入った。この本形式に編成導入により、熊本市電の調停小電車は9700型と、合わせて7編成に増加し、予備を除いて6編成が毎日運用につく体制が可能となった。1時間あたりでは1往復ずつの増便になる計算で、運行本数は2系統。現 A 系統では、毎時2から3本。 3系統、現 B 系統では、毎時1本、朝夕ラッシュ時毎時2本へと増加した。また、本形式導入の代替で、連接車5000 0型がに編成廃車された。以下、2014年に導入された二次車、0803、AB、愛称、ここ路について記述する。一次車導入後、熊本市交通局は経営の悪化により2008年度末には、 資金不足額が55億円に達して、資金不足比率が198%を超えるに、至り、地方公共団体の財政の健全化に関する、法律に基づいて200年度から2015年度まで7年間に、わたる、経営健全化計画を策定し、経営の健全化に取り組むこととなった。同計画では、起動事業、支電については、厳しい経営の中でも、 魅力を高めるためとして、型調停小車,車両の導入が盛り込まれた。新型車両のデザインは、熊本市観光文化交流局シティプロモーション課の発案で、九州新幹線800系など、JR 九州の列車デザインで実績がある、工業デザイナー、水戸岡英二に依頼することとなり、どうかが、デザイン作成費用を、交通局が、車体制作費をそれぞれ予算化。さらに、 車両の導入は当初予定の2013年度、平成25年度からデザイン作成期間を考慮して2014年度、平成26年度となり、熊本市電開業を90周年の記念事業との位置づけになった。2013年、平成25年4月、熊本市の会合で、新型車両は現在運行中の新潟トランシス製、車両0800系の増備によると決定。 同年8月、デザイン作成に監視式プロモーション課と、三藤岡が代表を務めるドーンデザイン研究所との間に契約が締結された。三藤岡が、熊本市交通局の車両デザインに携わったのは、先に9700系2.3自社の例がある。また新潟トランシス成長提唱者では、岡山電気軌道9200系、桃の例がある。翌2014年、 平成26年3月30日、熊本市現代美術館において、三戸家や熊本市長の高山成氏、当時らにより、三戸家のデザイン展、6月より9月までの告知とともに、新型車両のデザインと相性が表された。愛称の心、心は、子供から高齢者まで様々な乗客を迎える、思いやりや、熊本市を訪れる観光客への、 おもてなしの心を表すという、導入費は約3億1900万円で、通常の車両より3000万円ほど高くなった。車体の製作は、同年1月より、新潟県にある新潟トランシスの工場で進められ、8月末に完成、9月1日トレーラーに乗せられて、熊本へと出発した。熊本への到着は9月4日で、大江車庫で、 線路上に下ろされた後、他の車両に牽引されて上熊本の車両工場へ移送された。同工場では、エンブレムの取り付けなど、最終調整が実施されている。12日には報道関係者向けの内覧会を開催。熊本市現代美術館、市電沿線、通り上筋停留場近くにあるで開催中の、未踏化のデザイン展最終日に当たる15日には、 試運転を兼ねたサプライズ運行が、竣行は30日付、2014年10月3日午前10時より、大江車庫において、ここ路の出発式が開催された。テープカットに続く市長や、未踏から来品を乗せた、記念列車運転の後、同日午後より、営業運転が始まった。車体の塗装は黒に近いメタリックの濃茶色一色で、 熊本城の城壁をイメージしたもの。さらに金色のロゴとシンボルマークを車体各所に配することで在来車両との再化を図っている。シンボルは三つのハートマークからなり、それぞれ熊本市の都市ブランドコンセプトである、水、緑、情熱を表すという。またロゴは優しさを感じられるようにとの狙いで丸みを帯びた形となった。車体前面には、 愛嬌のある、どんぐり目玉をイメージした、少し飛び出した丸いヘッドライトが並ぶ。車体側面には、夜間走行時に周囲を走る車両などへ存在を示す。ためオレンジ色に発光するス LED の表示灯を、片側10個ずつ、計20個設置している。表示灯のメーカーは、スイスのエアを。車両の寸法については、 連結部を除いた各社の全長が8.77メートル、編成全長は18.46メートルとなり、一時車よりわずかに長くなった。車体幅は2.4メートル、パンタグラフを折りたたみ高さは3.745メートルで、一時車と同一である。内装は森と水のと熊本を表現する狙いで可能な限り木材を使用する。その上、二両編成であることから、 それぞれの車両で異なった車内空間とするために明るい車内空間を形成するメープル材、B 車と落ち着いた雰囲気を形成するウォールナット材、A 車を車両によって使い分けている。木材の使用箇所は床板、座席、ツリリンなど。座席にはウレタンを入れた革製の座布団が取り付けられている。各車中央部のクロスシート部分には短い乗車時間でもちょっとした 旅行気分を味わえるようにとの理由で着脱可能なテーブルが備わる。このテーブルの上にはステンレス板を支えとしてキャンディトレイが乗っている。座席配置の見直しにより座席定員は38人となり全体の定員は一時車の82人から86人に増加した。天井はアルミニウム合金板にメラミン樹脂のエナメル塗装を施したもの。 各車両に14個ずつ合計28個のダウンライトを設置し、側壁にも6個ずつ計12個の LED 灯を備えていることから、夜間は車内が明るく、外からは車内の様子が明るく浮かび上がって見えるようになっている。各車車内の前後には停留場や運賃を案内する液晶ディスプレイが設置されている。レシップ制で外国人観光客に対応するために本の 他英語、韓国語、中国語の4カ国語に対応する。機器類では、主電動機が東洋電気製造製のカゴ形参照、誘導電動機、形式名 TDK6413C へと変更されている。出力は1 0 0ットのまま。また2012年4月以降の心臓 VVVF インバータ制御車に設置が義務付けられた運転記録装置を装備する。 国航路の運用は、独立した固定ダイヤで行われている。2018年4月改正時点では、という運用が組まれている。本形式は9700型と同様に、運転士の負担軽減のため車掌が乗務する。元は、L パーサー、L は、ライトレールの頭文字を取ったものという名称であったが、2011年、平成23年3月の、九州新幹線全通に合わせ、 トラムガイドへと解消された。この時業務に観光案内が追加されている。車掌が乗務するため、前後どちらのドアからも乗降が可能である。雑誌記事、書籍。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。